にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。ちょうど飛び色気アリの結婚飛行シーズンですね。ピークは過ぎていると思いますが、まだまだ各地で女王アリとオスアリが投下に飛来していることと思います。この動画では投下採取に行った時の様子と採取した脱脂女王の現在の飼育状況について配信します。この動画を最後まで見ていただくと、飛び色気アリの女王アリの特徴や魅力、産卵数の凄さ、そして単種性でありながら女王アリ同士は仲良くするという習性、そして多種飼育の可能性について理解していただくことができると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。投下採取の様子です。近所の道の駅にやってきました。道の駅は夜の間ずっと明かりがついていますので、走行性のある女王アリを採取するのに適した場所です。こちらはオスアリの集団ですね。そしてこちらには羽のついた女王アリがいます。羽のついた女王アリはまだ交尾していない可能性があるので、交尾済みの羽を落とした女王アリを狙います。こちらの女王アリも立派ですが、羽がついていますので採取を見送ります。はい、羽を落とした女王アリを7匹採取しました。逃げ回る女王アリを採取するのに必死だったので採取した映像はありません。すみません。今回多種飼育に挑戦するのと毛アリの女王は5匹に1匹の割合で突然死するので多めに採取しています。自宅に持ち帰ってからミルクシュガーを与えました。最初は全然飲みませんでしたが、一晩経過して何匹かはお腹が膨らんでいて、餌の量も減っていたので飲んでくれたと思います。特にお腹の大きく健康そうな3匹を通常の単種飼育で飼育することにしました。単種で飼育することにした3匹を紹介します。こちらは羽ちゃんです。羽が残ったままになっていますが、お腹も大きく健康そうな1匹です。試験管で飼育しています。試験管に引っ越してすぐに産卵しました。そしてこの羽ちゃんですが、残念なことに数日前に突然死しました。毛アリは突然死することは分かっていたのですが、お気に入りの1匹だったのでとても悲しかったです。2匹目は丸ちゃんです。お腹がまん丸なので丸ちゃんと名付けました。円形のクリアケースに石膏を敷いて飼育しています。丸ちゃんは空気の流れが嫌いで、石膏とチューブの隙間をこのように砕いた石膏で埋めています。アリにはこのような習性を示す種類がたくさんいます。そして丸ちゃんは産卵数がとても多いですね。卵は40から50個くらいあります。そして3匹目は種ちゃんです。お腹の形が植物の種のような形をしているので種ちゃんと名付けました。種ちゃんも円形のクリアケースに石膏を敷いて飼育しています。種ちゃんは丸ちゃんと比べると産卵数は少なめで30から40個くらいです。それでもとても順調に来ています。そして多種飼育の状況です。多種飼育ではもともと女王4匹で飼育していて、追加で2匹を加えたので現在は6匹になっていますが、みんなとても仲良くしています。そして産卵数がえぐいことになっていますね。全部で200から300個くらいはあります。コロニーが立ち上がった後に1匹を残して全ての女王が淘汰されるのか、はたまた数匹は共存していくのか、
経過を観察していきたいと思います。トビードケアリは女王の突然死があったり、額に成功した場合は産卵数がすごかったり、そしてマーカーがとても可愛いという特徴を持ったアリです。コロニーの立ち上げに成功した場合はマーカーの増加も早いので、初心者にもおすすめできるアリだと思います。まだ飼育されていない方は飼育に挑戦されてみるといいと思います。結婚飛行シーズンも終盤ですので、女王を採取できていない方は投下へ急ぎましょう。もし皆さんの中で多子飼育に成功したという方や額に失敗したという方がいらっしゃいましたら、多子飼育の結果どうなったか、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったらいいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信するアリの飼育に有益な情報を素早く手に入れることができると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただきありがとうございました。ではまた。